ついに来たね、この日が。来ましたね。今日は飲みましょう。え？企画は？マイエイブイズオマルポルカ、ゲームスターツリークマスター。木曜7時はポルカ。ポルカの伝説3周年おめでとう。どんどんパフパフ、イエーイ。頑張って大声で喋ってる。かわいい。かっこ去年より声張ってって書いてあります。あ、頑張ったんだね。イエーイ。ポルカさん、はい、はい、ついにポルカの伝説、はい、3周年ですよ。はい、はい、3周年、はい、3周年、はい、3周年、3周年、3周年なんです。いや、 やっぱりポルデン3周年ということで、今回は数々の名場面を残してきたあの企画です。数々の名場面を残してきたあの企画、今回の企画、第1回ポルカの伝説、はい、3周年記念企画、奪い合え真剣おつまみドラフト。どんどんパフパフ、イエーイ、イエーイ、真剣、イエーイ、イエーイ、真剣よった。もうこれもさ、毎回になっちゃってるけどさ、はい、一番最初あなたはね、ドラフトの意味もわからないまま始めたこの企画なんですけども、ドラフトの意味はもう覚えましたか？はい、ドラフトの意味は、A ちゃんさんが前回説明してくれていますので、リプレイをどうぞ。え？ドラフトの意味は、あれ？募って選び取ること、選別。プロ野球のドラフト会議とか、あと総判、総行とかね、大会演説のドラフトとかっていう感じですね、ドラフト。ストップ！あー、はい、先輩を使って楽をするな！ね、今回のおつまみドラフトは、ね、一味違いますよ。会話の空間を読むことを覚えたあの人。前回までのおつまみドラフトは真剣じゃなかったってこと？ちょっとぬるかったですよね。遊び、はい、だったの、まあ、少しあいつとは。こうなんかアンパンマンチョコとかボケに走ったみたいなところはあるじゃないですか。企画だからね。今回はガチのおつまみだけを取り揃えました。ガチ揃えちゃったらさ、ガチよ、はい、ガチ、はい、ガチ、ガチを揃えちゃったらさ、血が出るぜこの企画。まあ、おつまみ紹介の前にとりあえず、うん、乾杯を。まあ戦いにはな、つきものだよな、ちゃんと燃料が必要ですからね。燃料がな、かの有名なな、腹ペコが戦、腹ペコが戦、腹ペコだったら戦争はできないみたいな。あ正解教えて、ちょっと待って。腹が減っては戦はできないですか？ああ、なんか現代公務みたいな感じで、腹ペコ、腹ペコは戦いできん。戦いできん。まだいいと思いますよ。伊豆くん、今年もこれでお疲れ様でした。ゆるめに向けて乾杯。はい、乾杯。腹ペコは戦いできん。伊豆は今回も前回同様、伊豆ワインを飲ませていただいております。あ、はい、ポルカはレモンサワーです、はい、あ、いいですね、うん、まあ、お酒も入ったところで、まだ全然入れてないけど。いや、ちょっと入った。ごめんごめんごめん、ちょっと入りました。今酢だった、ごめんごめんごめん。はい、お酒も入ったところで、はい、入ったところで、はい、おつまみを紹介していきたいと思います。お願いします。はい、エントリーナンバー1、だし巻き卵。エントリーナンバー2、生ハム。エントリーナンバー3、スモークチーズ。エントリーナンバー4、枝豆。あ、エントリーナンバー 5、メンマ。エントリーナンバー6、シューマイ。エントリーナンバー7、煮卵。エントリーナンバー8、ウインナー。エントリーナンバー9、黒毛和牛サラミ。エントリーナンバー10、焼き鳥。エントリーナンバー11、唐揚げ。エントリーナンバー12、柿の種。はー、こ
ちらで以上となります。しかしこれはね、はい、グッズさんガチですよ。選べないよ。いやもういいじゃんここの夏でのこのまま飲み会すれば。いや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 、なんでドラフトをしなくちゃいけない。もうこのままでいいじゃん、このままさこれ食べてさ飲み会すればいいじゃん。選べないよこんなの。いやでも誰一人として欠けてはならない。それこそじゃあこのラインナップがあって、あどうしようかな、全部は食べれないよなってなるじゃないですか。その中でやっぱデッキを組んでこうね、好みのデッキ組んで。生ハムかわいちゃう、生ハムかわいちゃう息してないよ生ハム。じゃあやっていきましょうか、ね、生ハムは息してないのにずっちゃん。いやしてます、してます、大丈夫、まだしてます。まだ息してます。生きてる。はい、生きてます。まだ生きてます。生ハム生存確認 OK、はい、説明も不要だとは思うんですけど、まあ、まずはポルカさんから選んでください、うん、第一巡選択選手エノミ。うん、あれ通ったね。通りますね。じゃあ枝豆はいただきます、はい、ということで。ポルカさんときっと争いたいだろうなこれはっていうのはちょっと避けようかな。勝負しなくてどうすんの。うん、勝負してた大丈夫。めちゃめちゃ固くいくということで。あいいよ。あウインナーウインナーも痛そうな顔はしますけど。あ、はい、まあ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 、他にもいい子たちいっぱいいる、せんあの育成枠はあるから。あそうです、ね、大丈夫です、はいはいはい、じゃあウインナー育ててもろてね。はい、育てますね。きっと戦うかなと思うんですけど生ハム。大丈夫かー。残しといたんですよ、生ハム。生ハムのなんか息がとか言ってるから絶対欲しいと思ったんですよ。あれあれ、そう、生ハムが息してないっていう時にポルカの息がかかってるからせ。でもポルカの唾かかってるかもしれないけど、これ大丈夫そう。いいの。あ、生ハムでいいの。あ、全然気にしないです。全然大丈夫、全然いいですよ、ね、使った箸で使っちゃって大丈夫ですよ。生ハムはね、ポルカのとこがいいよって言ってるよ、ちなみに。いや、そんなこと言ってないです。勝負だ。はい。いやもう3年目となるともうさすがにポルカさんもな。ちょっと待って、めっちゃ面白い動きしてたんだけど。3年目ってなってくるとポルカさんももう読めねえんだよな。くれくれやんだけど、ちょっとこれ1年目はめちゃめちゃ分かりやすかった。もう、いや、ポルカさんも、いや、1年目はなんだかんだポルカさんもこう毎年毎年こう、あの傾向をね、なんか対策を重ねてきて、なんだかんだ、ね、早いね、生ハムが死んじゃうこのままじゃ。わかりました、じゃあ行きましょう。はい、はい、最初はグーじゃんけんグーキャーチョキを出しません。俺はパーを出したぞ。生ハムちゃんはポルカの名前ね。あちゃ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 あ。では、敗北者何選ぶの。敗北者。敗北者。敗北者って何食べたいの。ブブブブブブブ。では敗北者は優雅にスモークチーズをいただきます。もうワインに合いそうなデッキ少なくなってきたんじゃない。何でも大体いつの間にいけますから、任せてください。ここまで敗北者。腹立つ。わぁ。これはね、でもね、あ、かぶるかぶらないの話で、わー酔ってるかも。冷静になった今。酔いさせたかも。冷静になんなくていいですよ。なんで冷静になるの。黒毛のなんちょか。あー、なんちょかダメ。なんちょかはダメですよ。じゃあ黒毛はもらっていい。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、勝負ですよ。戦え、戦うんだ。こんな企画だったっけ。戦え、争え、戦え。なんだこの声は。せえ、せえ、一体何を言ってるんだ。じゃんけん、せえ。ちょっと混ざってますよ、いろんな。一気にまとめてやらせてる。やっぱ優越は2倍感じた方がいいから。はい、戦いますよ、ちゃんと。はい、はい、いくぜ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 、はい、はい、最初はグー、じゃんけんグー。ありがとうございます、ありがとうございます。あー、いいラインナップ。
最高。あ、でもさ、あ、敗北者、敗北者、敗北者だっけ。所詮時代の生き残れなかった生き遅れだだ。どれ取ったって、これガチ真剣おつまみドラフト。シューマーイ。あー、どうぞ。あれ、シューマイさっき取ったっけ。いや、取ってないこれまだ場にあります。バニラ。シューマイはね、敗北者じゃないんだよねー。じゃないですよ、もちろん。もちろん。シューマイ、このあの外のさ、この皮のさ、ちょっとはみ出てる部分がさ、愛おしいよね、シューマイ。だあ、これもう普通に好きなんで、唐揚げ。お、いや、あ、あ、ドン、ドン、ドン。じゃあ、なんか唐揚げえ、なんだこれ。唐揚げが欲しいかって出てきて、はい、ごめん、本能がね、呼び覚まされた。ドクン。そういいですか。なんかルビックみたいな、カチャ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 。いい、今までは勢いで来たこのオマルコルカ、はい、ここでは知能的な感じでいきますよ、はい、クイクイ。最初はグー、じゃんけんパー。ありがとう。ありがとう、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 ありがとう。負けたー、この私が。ドン、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 ドン。唐揚げを得られなかったことにより、体が崩壊し始めている。はい。はい。卵焼き、だし、あの、卵のやつです。だし巻き卵の方。巻き巻き卵いただきます。本当はね、こいつとね、唐揚げをね、並べてね、あ、美味しいね、口の中でね、もぐもぐしてね、唐揚げと卵のマイルドな感じをね、ハーモニーしたかったんだよ。ああ、お昼ご飯の弁当みたいですね、なんかね、いいですね。これが一番いいって決まってる。お夜食にも唐揚げ、卵焼き、おにぎりがいいって言ってるから。今日はおつまみね、卵で、枝豆で、ヘルシーじゃん。女子のさ、飲み方じゃん、これ。茶色、君、茶色デッキがまた。茶色大好き。茶色で染めるの大好きだよな、ほんと。茶色染め好き。茶色染め好きすぎる、おつまみの。まあ、米は、ね、確かに米とお酒はね、ほぼ同等ですから、確かに。そういうこと、今日はお酒なだけで。ラインナップ的には正しい、正しいです。おるから今日はね、彩り入れちゃった。生ハムはちょっと赤くて可愛いな。生ハム可愛かった。メンマ。煮卵で。まあな、こっちも卵、うんうん、卵してられへんわな、うん、まあ飲んでる。飲んでますよ、うん、なんでむちゃむちゃしてんの。一応でも頑張ってこう喋んなきゃでやってますから。偉いね、本当にあの人は。まあ飲んでますけどね。飲めて喋れて偉い。煽られてんですか。褒められてます、大丈夫ですか。ポメラニアン、ポメラニアンか。じゃあよかったです。じゃあ最後、井筒がね、先に選ぶ順番なんで、あー、どうしようかな。まあでも、早せって書きなさい。あーちゃん、え、あ、ダメだ、ここはちゃんと勝負だ。いや、降りてもいいんだこの勝負。まあ降りて、え、でも企画だ。え、企画だ。すいません、すいません、これもしかして井筒が間違ってますか。これ間違いなんてないんだよ、おつまみドラフトに。持っていきな。いいんですか。いいよ。ありがとうございます。あ、ちょ、食べた。ルール違反、え、ルール違反された。あ、おつまみドラフト初のルール違反が来ました、ここで。レッドカードが飛び散る。え、じゃあ今イエローです。いや、なしってこと。あ、まあ、なしにしてもいいですけど。今回焼き鳥なしってこと、これ。まあ、でもまだイエローなんで、まあ、まだイエローだからいいか。まだイエロー。1本ずつあげるよ。平和。まあ、平和機会けどね。ここで初めての抹茶色って感じだな。うわ、綺麗、ポルカの食卓。あー、世界遺産。まあ、でもこれ。これが優勝だな、これ。圧勝、圧勝。最高のラインナップですよ、これ。なんか茶色と、茶色と白で統一感がありますよ、なんか結構。まあ、絶対美味しいですよ。
カラフルですよね。いいですね、おしゃれ、うん、どしたん、話聞こか戦いなんてなかった。3年やってて気づいた。これでいい、これがいい。どしたん、話聞こかでも醤油とシュウマイはボーカさん、行かないでくださいよ。何の話？ボロカさんなんか、ん？これ本当はボロカさんが最後挨拶するらしいですよ。ボロカさん、ん？あ、なんかじゃあ代わりに読んどきますよ、これ。読んどきますよ、ボロカさんのところ。読んどきますよ。ああ、これはダメだ。だから、ボロカだけの挨拶するか。顔真っ赤っかってよ、大丈夫？ああ。いやなんか最後ポルデニアの夢よろしくって言うよってボルカさんが言うらしいですよ。あのポルデンの4年目もよろしくお願いします。みんなさ、4年目とさ3周年の違いってわかる？3周年は3年おめでとうってことで、うん、4年目よろしくっていうのは3周年経ったからこれからもよろしくってことで、あの実は、その同じなんだけ ど、4っていう方が数字が大きいから、すごいタイトルで盛り上がるよねっていう。大丈夫、聞いてた？ああ、大丈夫ですよ。大丈夫ってなんだよ。その T ポイントカード入り、なんかありますか？大丈夫です、大丈夫ですって。めっちゃいますそれめっちゃあります。大丈夫です、大丈夫ですって持ってるか持ってないか聞いてんのに大丈夫ですかってなんで、出すのがめんどくさいんだろお前ら T ポイントカード。いや、モバイル T カードね、これボン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 ってやるのって大変なんだ、ね、ポンタカードも出せよ。ポンタカードも確かに財布に入れ込んじゃってるとキャッシュレス。4年目もね、よろしくお願いしますよ、はい、ポンタカードとコラボします、はい、あと T カードと、はい、エポスと、はい、あのね、最後の挨拶した？よろしくお願いしますの流れやったと思った。やったっけ？ちょっと待って。よろしくお願いします。よろしくお願いします。